受信料でで高くししてててそれ取ってほらみんな NHK 見てるでしょ「いやいやいやお前それ高くして買ってるじゃん」みたいな「NHK ですけどお金払ってください」って言われて「お金ないです払いたいのは山々なんで」あのって言ったら二度と来なかったですね。 受信料制度についてどう思いますか私は今の NHK の体制や抱えている問題、各国報道内容や予算の人、テレビ業界、将来的集話別として、スポンサーやポップリズムに左右されない報道機関が必要と考えています。またたまに小野田議員の言っている政府の立場を報道するのであれば、国営報道機関を設立すべきだと考えています。ある種、国立の国営報道機関だと思うんですけど、ただ誰かが言ったんですけど、僕、ドラマとスポーツはやめた方がいいと思うんですよね。 ドラマとかって別に民間でもできるじゃないですか。ですけど、NHK 金があるから、なんか大金使ってドラマ作りました。勝率高いです。え、それいらなくね民業圧迫は僕、するべきではないと思うんですよ。スポーツとかも、ワールドカップとかの金額が、えっと、日本でワールドカップ400億円 ?300 億円か。なんか払ったらしいんですよ。なんで300億円になったかっていうと、日本国内で勝手に日本の業者が高くし合ってるんですよ。 例えば日本の業者がテレビ局がね「俺らはもう10億円しか払いません」って言ったらワールドカップの放映権を持っている IFAFA は10億円で売るしかないんですよ。 でも10億円っていうテレビ朝日がやったからじゃあテレビ東京は11億円って言ってフジテレビは12億円って言って NHK がじゃあ100億円とかって言ってその後アベマプライムがじゃあ俺200億円とか言ってるから高くなるんですよ。その100億円になったのって NHK が100億円って言ってるからで民業でやってるんですよサイバーエージェントは自分で稼いだ金で200億円突っ込んでるなら次にすればいいのに受信料で高くしてそれ取ってほらみんな NHK 見てるでしょっていやいやいやお前それ高くして買ってるじゃんみたいなっていうのがあるので 外国に金を払うとか民間がやってるドラマを作るとかにはお金をあフィバかごめんね大学あのサッカーはっていうのは僕はそこにお金を使うんだったら金余ってるよねって思うので受信料を下げた方がいいんじゃないかなと思うんですよなので NHK をぶっ潰すって言ってる人たちの言ってることも確かに僕は1位であると思ってるんですけどただあの人たちのグループだと思われたくないのであんまりあの人たちにかかんないようにしてるんですけど ただやっぱり NHK の受信料を安くして NHK の予算をもうちょっと減らすべきだと思うんですよね国際放映権的なやつを大金で買うっていうのをやってるのとか大河ドラマにめっちゃお金払ってるっていうのがあればそれはなくてもいいんじゃないと思うので NHK 教育とか NHK ニュースは大事だと思ってください NHK が受信料を見たい人だけの月額制にしない理由は何なんでしょうか見たい人だけにするとみんながお金払わなくなって NHK が潰れるからですのの人ってそんな毎週来るの 僕昔アパートに住んでた時に1回しか来なかったですけどね NHK ですけどお金払ってくださいって言われてお金ないです払いたいのは山々なんであのお金貸してくれませんかって言ったら二度と来なかったですね貸してくれれば払う気満々だったんですけどね残念 NHK 月1くらいあ結構来るんだ 結局ね、取りやすそうな人のところに行くんだと思うんですよね。集金の人って別に NHK の正式なスタッフではなくて、単なるあの属下のその契約を受けてる営業スタッフなので、お金取りやすい人のところに行くんだと思うんですよ、ね。で、多分ね、毎週行くってことは、押したら払いそうって思われてるんだと思うんですよね。なので、基本的にそのね、話が通じそうって思われてるっていうのは。 それはあのデメリットなので話通じらそうっていうその空気感とかオーラとかっていうのを出しておくといいと思いますよお金ないって言った時僕家の中で半裸でしたからねこんにちは来年から NHK でディレクターをやる大学生です私自身は災害報道や視聴率に縛られない番組制作と存在意義があると考えて泣いておけました一方でインターネット上で批判的な意見もよく見えますりょうきさんの目線で NHK の存在の事件についてご意見いただけないでしょうかよろしくお願いします僕イギリスの BBC 大好きなんですよね イギリスの国立放送なんですけどディスカバリーチャンネルっていうあのチャンネルが割と好きで日本にいる頃は結構見てたんですけど国営で金もあるのでその技術的なものだったり動物の生態をひたすら追ってますみたいな番組だったり金かけていろんなものを爆破させますみたいなひたすら爆破させる番組とかいろんなその野生のジャングルとか行ってうんこ食い回すみたいなおかしな人とかの番組とか多少狂った番組とかもあるんですけど。 とはいえディスカバリーチャンネルめちゃめちゃ面白いんですよあれがなんでできるのかっていうと BBC がまあ,ある程度安定した基盤があってそこから金が湧くっていうのがあるんですよね NHK も割とそういうのがあってたまに NHK めちゃめちゃ面白い番組作るんですよ。驚異の小宇宙人体とかあとシルクロードっていうのとかまあ80年代昔のですけど今 DVD とかもあると思うんですけどすげえお金かけて結構いいドキュメンタリーを撮ってたりする番組があるんですよ。今でもあのクローズアップ現代とか今の話なんで5年前のクローズアップ現代とかって見てもそんなに面白くないんですけどただそのちゃんとお金使ってたまに面白いことやってたりするのでそっちの方向の 伸ばすのであれば僕はありだと思うんですよね。あ、ベアグリルスですね。はい、なので、あの nhk 教育テレビってやっぱりその子供たちが見るには役に立つのでで、僕はあのワイドショー大っ嫌いだったんですよね。子供の頃というか中学高校ぐらいまで。 芸能人あんまり知らないのと困ってる芸能人の家に行ってマイク突きつけて質問するとかで芸能人ならまだしもなんか芸能人の家族の家に行ってインターホンにマイク突きつけていろいろ聞くとか他人を困らせてる状況を見るというのが何が面白いか全然分かんなくて僕家にいる時のテレビって大体 NHK 教育テレビ見せたんですよ。 なのであのであ「エヴァンゲリオン」が流行ってる頃にところジョージさんが声優をやってるアレフっていう番組僕見てたんですよ。アレフが終わるのが5時15分とか25分とか中途半端な時間で終わってそこで終わってからニュースとかなんかどなんんかかよくわかんない番組でそんなに興味ないのがやるからじゃあテレビ東京のアニメを見ようっていう感じで,でその当時なんかガオガイガーとかそんなやつなんですけどその中でたまたまそのアレフが終わった後に見たのがアルフねごめんアルフアルフ。アレフは宗教のほうだごめん。 アルフっていう宇宙人の犬のアメリカのコメディの番組があってそれを所ジョージさんが声優やってたら小松秀夫さんが出たりってらっしゃるんですけどたまたまテレビ東京にした時にやってたのが「エヴァンゲリオン」で「エヴァンゲリオン」をたまたま見た時にたまたま見たシーンがエヴァンゲリオンがその相手の使徒を食べてるシーンだったんですよ。 その時間のテレビ東京のアニメって学園物で学校のなんかあの40人のクラスでロボットを動かして悪いものを倒すみたいなまあ子供向けだったんですけどたまたま見たアニメでよくわからない生き物をわしわし食ってる変な生き物がいてコントロールするはずのパイロットの少年がめっちゃ困ってるみたいなシーンが僕一番最初に見たエヴァンゲルなんですよ あこれ超面白いと思って見始めて「エヴァンゲリオンって面白いんじゃね?」っていうのでその高校時代の友達に「これ面白いよね」みたいな話をして割と僕らの間でその「エヴァンゲリオンめちゃめちゃ流行った」っていうのがあるんですけどはい超どうでもいい話で広げましたすいません。 テレビは先見てないので知らないのですが何年か前のテレビはなぜゲームが流行ればゲームは悪影響ネットが誕生したらネットが悪影響携帯やスマホが流行れば携帯やスマホは悪影響と大多数の人が関係なさそうですぐばかりのことをずっと逆張りしていたのでしょうかその割に健康に対して影響しない健康食品健康法などを放送しちゃうのでしょうかそういう逆張りをしなければテレビは今でも信用されていたんだと思うんです高齢者向けメディアなんですよね高齢者って スマホ使わなくてても生きている人がいっぱいいるる人がっぱんですよそういう人たちに新しいおかしなものが出てきたよって,ってでそれ別に使う必要ないですよって言った方がまあそう見てる人たちが不安にならなくて済むと。 っていうののがあるのでどういう人の考え方が常識ですよっていうので話をするかっていうと高齢者の見てる人たちが安心しやすいという話をするのが、まあ、一番その高齢者の視聴者数が安定するという結果になるので高齢者の人があんまり喜ばないことを言ったりすると視聴率が下がって飛ばされたりっていうのがあったりするので高齢者が喜ぶような無難なコメントをする番組が割と多いっていうのが。 なのであのお笑い芸人がコメントにそのコメンテーターに多いっていうのもそれもそうでお笑い芸人が言ってるんだから別にそれ目くじら立てる必要ないよねとかっていうマツコ・デラックスさんとかお笑い芸人さんとかある種大衆の皆さんんってて見下げてるんですよなのでそのまあピエロみたいな役割っていうのでその見下げてる役割の人がちょっと尖ったこと言ったとしてもあの人は。 ああいう人だからっていうのでそれに対して怒る方がおかしいよねとかそれに対してその感情的になるような方がおかしいよねっていうのでお笑いい芸人ささんんが何か尖っったたことを言ったと言しても相手にされないんですよねあ例えばあの「元政治家です」「元々弁護士でした」みたいな人が言うと割とあのバッシングだったり電話だったりがバンバン来て大変みたいなのがあったりするので専門家の人とか来ると専門家がそんなこと言ったらなんか僕らが悪い,で悪いみたいじゃないかみたいになったりするので見下すですね日本語ですいませんっていうのがあったりするのでなのでお笑い芸人の需要は余計増えてるんじゃないかなと思います NHK 聴衆院のひろゆきさんと NHK 未納のひろゆきさんが勝つんじゃないですかね結局その家にテレビががある証明を NHK の人がしななきゃいけないけんですよ家に勝手に入り込むことができないので昔はあのプラボラアンテナみたいなのをそのベランダにつけて冷成なアンテナついてるじゃないかっていうことでその NHK の人が勝つっていうパターンがあったんですけど今そのパラボラつけてない場合ってテレビ持ってる証明が難しいので。なので僕は NHK 払わななないいいい方が強いんじゃないかなと思いますけども NHK もめてますが日本以外の国境警護層うまくいってるところはどうやってやりくりしてるんですかフランスも国営のテレビ局っていうのがあって国からの予算でガンガンやってるのでなのであのそのマクロン大統領を褒めるような番組多いんじゃねみたいので揉めたりしてますけどイギリスの BBC も国営ですよねなのでなんだかんだ言ってあのアメリカにないだけで国営が多い国の方が多いんじゃないですかね。 スペインも国営があったような気がしますけどなので国営があること自体はそんなにあの珍しいことではないと思います。 ひろゆきが nhk の訪問して契約を取る人だったらどうやって契約させますか？めちゃくちゃ面倒くさい人っていう戦略を取りますね。この人と契約した方が楽だよね。っていう状態まで持ち込めばいいので、毎日なんか夜9時ギリギリとか朝出勤前とか忙しい時間とかに入り口の前にずっといるとか、そういう嫌がらせをすると思います。nhk の受信料集、金人の撃退法ってありますか？例えばエルスとか？僕東京にいる時、nhk の人来たんですよ、ね。 ピンポーンってなって「集金です」って言われて「え何の?」って言ったらなんかゴニョゴニョって言ってえ「よく聞こえないっす」って言ったら何とか言って「今忙しいんではっきり言ってください」って言ったら「NHK の集金です」って言われたんで「今忙しいです」って言ってガチャって切ったらその後何も言われませんでしたなのであの相手にしないっていうのがいいんじゃないかなと僕は思っていますちななみに今テレビ壊れてても見れないんですけどね